一冊読むだけで300冊の効果。こんにちは、 YouTube 図書館のアッキーです。それでは今回は新サラリーマンについて解説していきます。今は人生100年時代に突入しています。100年前に生まれた人は100歳まで生きる確率はたったの 1% です。しかし2007年生まれの世代の 50% 以上が107歳まで生きると言われています。人生80年で終わるのか100年続くかでは描くべき人生プランが違います。まず厄介なのがお金のやりくりです。寿命が延びれば老後のお金はもっと必要になります。しかし少子高齢化で老後にもらえる公的年金はどんどん減っていきます。つまり老後に必要なお金は増えるのに年金としてもらえるお金は減ることが予想されます。また一社で働き続けることが難しくなります。2013年に定年退職は60歳から65歳に引き上げられました。そしてこの流れは止まらず、今の20代から30代は70歳から80歳まで働き続けることになります。その一方で会社の寿命は年々短くなっています。あなたが就職活動をしていた頃に脚光を浴びていた企業でも、あなたが40代になるまで生き残っているか全く予想できない状況です。そのため定年まで一社で働き続けることはほぼ実現不可能な人生プランになりつつあります。それではどうすればいいのか。この動画では2つの給料袋、人生100年時代を生き抜く3つの武器、リーマン力とは何か、リーマン力を鍛える3つの仕事の仕方、副業力とは何か、やるべき副業の条件、マネー力、お金との付き合い方で大事な3つのポイント、それぞれ解説していきます。この本は600ページを超える大ボリュームの本です。しかし要点を絞って分かりやすく説明していきます。今の時代は出世するよりも3つの武器を身につけることです。長いですけどぜひ最後まで見てください。最後まで見ないと本当に損をします。あなたの今後の人生が大きく変わっていきます。それでは2つの給料袋について解説をします。人生100年時代には様々な変化が起こります。この変化の波に飲み込まれずに安定を手に入れるには2つの給料袋を持つことが重要です。つまり副業をして複数の収入源を持ってください。もちろん金銭的なメリットは大きいですけど、それ以上に大きなメリットがあります。それは仕事が好きになることです。複数の収入源を持つと一つの会社や得意先に依存しなくなります。つまり会社が嫌になったらすぐに辞められる立場になります。そうすると少しずつ好きな人、場所、内容を選んで仕事ができるようになります。上司に命令されて言われたことをやるのではなく、自分で選んだ仕事をしてみてください。仕事がどんどん楽しくなります。仕事が楽しい感覚はお金以上に大きな価値があります。つまり給料袋を2つ持つことは金銭的な安定を得られるとともに、仕事が楽しく感じるという精神的な安定を手に入れることができます。これこそが真の安定です。副業を始めて2つ以上の収入源を持つようにしてください。続いて人生100年時代を生き抜く3つの武器。副業を始めましょうというと本業がおろそかになってしまうと不安になる人もいます。本業がおろそかになるとサラリーマンとしての出世コースから外れてしまいます。しかし心配する必要はないです。なぜなら出世コースから外れても大丈夫だからです。あなたが人生100年時代を生き抜くためには出世よりも3つの武器を身につけることが重要です。その3つの武器とはリーマン力、副業力、マネー力の3つです。これらを身につけることが現代の合理的な勝ちパターンです。まずはリーマン力を鍛えて自分の時間を確保する。その自分の時間を活用して副業力を磨く。副業でがっぽり稼いだ資産をマネー力でしっかりと守る。この流れを目指してください。現代では残念ながら出世の価値が大きく下がっています。なぜなら会社の寿命が短くなってしまったからです。出世が人生の安定をもたらしてくれたのは会社の寿命が長
長く終身雇用が約束されていた頃の話です。僕たちの働く時間は長くなる一方、会社の寿命が短くなる今の時代では、出世による安定は幻想でしかないです。まずは残念ですけど、この現実を認識してください。ただし出世を目指さないことと会社の仕事を適当にやることはイコールではないです。出世を目指さなくても仕事の成果にはこだわってリーマン力を高めてください。そこで高めたリーマン力を出世ではなく自分の時間の確保と副業の規模拡大に使うのが新サラリーマンのあるべき姿です。それでは3つの武器についてそれぞれ具体的に解説していきます。まずはリーマン力です。リーマン力はサラリーマンとしての基礎筋力のことです。リーマン力を鍛えることによって副業力という刀とマネー力という盾をうまく扱えるようになります。具体的には副業の規模を拡大させる際、外注スタッフのマネジメントスキルが求められます。サラリーマンの現場はそんなビジネススキルを伸ばすための絶好のトレーニング環境です。リーマン力をしっかりと身につけると業績のいい会社に次々と転職できるため、景気に左右されずに収入が安定します。一方、リーマン力はどれだけ身につけても稼ぐ金額に限界があるというデメリットもあります。次はリーマン力を鍛える仕事の仕方について解説していきます。リーマン力を鍛える3つの仕事の仕方、1つ目はスターを意識して働くことです。スタートはシチュエーションの S、タスクの T、アクションの A、リザルトの R の頭文字を取った言葉です。具体的に言うと、まずどんな状況にあるのか自分を分析する、解決すべき課題を設定する、課題を解決するために工夫して行動する、どんな結果になったのかを検証する、この4つのステップを繰り返すことです。この4つのステップを呼吸するようにこなせるサラリーマンを目指してください。もっと簡単に言えば、上司から与えられた仕事をただこなすだけではなく、自分から仕事を作れるサラリーマンになることです。スターを意識できる人は上司からすると、放っておいても勝手に業績を上げてくれる部下のことです。細かく口出しする必要がないため、かなり重宝されます。部下であるこちらとしても意味のないやらされ仕事が激減するため、労働時間は短くなるのに大きな成果が出るという理想的な状態に近づけます。今日からあなたもスターを意識して自分で仕事を作るマインドを持ってください。2つ目、マジックワードを使ってほうれん草を行うことです。ほうれん草とは職場でのコミュニケーションである報告連絡相談の略称です。上司と部下の間ではこのほうれん草が日常的に行われます。しかし上司が忙しいため、今いいですかと切り出しても後にしてと言われてしまい、ほうれん草のタイミングが遅れて業務に支障が出ることがあります。これを防ぐために次のマジックワードを使ってください。そのマジックワードとは3分くださいです。上司が後にしてと言いたくなるのは次の2つが要因です。1つ目、今すぐ聞くべき急ぎの案件なのか判断できないこと。2つ目、忙しいのにそのほうれん草にどれだけ時間がかかるかわからないことです。これらを解消して上司に後回しされるのを防ぐためには、所要時間とテーマほうれん草のうちどれに当たるのかを伝える必要があります。具体的には次のように言います。3分いただけますか。明日の会議資料の進捗をご連絡させてください。このように言えば、所要時間は3分で、テーマは明日の会議資料の進捗、ほうれん草のうち連絡をしたいってことがわかります。これだけ具体的に言えば、上司も時間を取って話を聞いてくれます。それでも後にしてと言われてしまう場合は、ではいつだとご都合よろしいでしょうかと、その場で予定を取り付けてください。どんなに忙しい上司でも1日の中で数分すら確保できないことはないです。これらを意識して上司とのコミュニケーションを取ってください。3つ目はエッセンシャル思考です。残業をしないためには仕事をスピードアップする必要があります。ではどうすればいいのか。答えはエッセンシャル思考を身につけて、やらない仕事を捨ててしまうことです。仕事ができる人は仕事の選択と集中がうまいです。エッセンシャル思考とは、より少なくしかしより良くという考え方です。やらない仕事を決めて、やると決めた仕事だけに集中する思考法です。エッセンシャル思考を身につければ、少ない労力で充実感が得られる
る上、大きな成果を残すことができます。なぜやらない仕事を決めると成果が出るのか。それは8割の仕事が無駄だからです。真の成果に直結する重要な仕事は全体の2割と言われています。そのため2割に集中するエッセンシャル思考の人の方が成果を上げられます。まずは全力を注ぐ仕事とギリギリ合格ラインで OK な仕事を仕分けることから始めてください。これになれればあなたが集中すべき2割の仕事を把握することができます。2割を把握して力の入れ具合を調整できるようになったら、あえてやらない仕事を徐々に増やして2割の仕事に集中するようにしてください。続いて副業力。副業力は個人の力で稼げるスモールビジネスを自分自身の手で切り盛りするスキルです。副業には3つの大きなメリットがあります。1つ目は収入が青天井であることです。会社からもらう給料は安定していますけど、急激に伸びることはないです。なぜならあなたが会社の利益に大きく貢献しても、それをみんなで分け合う仕組みになっているからです。一方、副業は自分だけのビジネスです。利益は全部あなたの手元に入ってきます。仕組み作りさえうまくやれば、収入は青天井に伸びていき、サラリーマンよりもよっぽど稼げてしまいます。2つ目のメリットはボスが自分であることです。副業には上司がいないため、サラリーマンよりも自分の裁量が圧倒的に大きいです。自分主導で進めるビジネスのため、常に自分がリーダー、自分が社長です。あなたが思うように仕事をコントロールできるようになります。3つ目のメリットは評価が名刺代わりになることです。個人としての評価が積み上がり、あなたの評価は徐々に名刺代わりになります。サラリーマンであれば優秀な業績を上げても、あなた個人の評価ではなく会社の評価が高まります。ただし副業では違います。あなたが業績を上げれば、そのまんまあなた自身の評価に直結します。評価という資産があなた自身に積み上がっていきます。副業で成果を上げて、あなた自身に指名の仕事が集まるようになれば、食いっぱぐれることはないです。ではどんな副業をやればいいのか、次に説明をします。やるべき副業の条件、重要なのはテコが効いている副業を選ぶことです。テコが効いている副業とは、小さな力で大きなものを動かすテコのように、少ない労力とお金で大きな利益を生み出すビジネスのことです。副業で徹底すべき条件を2つ紹介します。始めるために大金がいらないことです。残念ながら一発目のビジネスで副業初心者の人が成功するケースはほとんどないです。そんな中、仕切り直すたびに数十万円単位の大金を失っていては、副業を続けること自体が難しくなります。副業っていうのは短い戦いではなく長い戦いです。もう失敗できないという状況に陥らないためにも、初期費用を抑えることを徹底してください。2つ目の条件は利益率が高まることです。利益率とはどれだけ儲けるかの指標になります。例えば YouTube の動画を1本作って10万円の利益を稼いだ場合、編集に9万9000円かかれば利益率はたったの 1% です。一方、編集費を1万円に抑えられたら9万円儲かるため、利益率は 90% です。利益率が低くてもたくさん売って稼ぐ薄利多売ビジネスは大企業の得意分野です。これには個人のスモールビジネスでは勝ち目がないです。利益率が 50% 以上を見込めるビジネスを目指してください。ただし副業を始めたての頃はどうしても利益率は低くなります。初めは自分の労働力でカバーして、極力大きな損失が出ないようにしてください。重要なのは今後利益率が高まっていく見込みがあるかどうかです。この2つの条件を前提にすると、最も効率的な副業はネットを活用する副業です。現在は YouTuber やブログ、ウェブライターやオンライン秘書やネット物販など様々なビジネスがあります。ぜひ副業を始めてみてください。続いてマネー力。ここまで説明してきたリーマン力と副業力を身につければ、ゼロからのスタートでも貯金1000万円程度は貯まります。ただし資産が増えてくると必要になってくるのがマネーリテラシー、つまりマネー力です。重要なのは詐欺に引っかかるなどの致命的なミスを避けることです。その上で長期の積み立て投資で将来に備える、これが新サラリーマンとしてのお金との付き合い方です。次にお金との付き合い方で大事な3つの
ポイントを解説します。お金との付き合い方で大事な3つのポイント。1つ目は何を買いたいのか忘れないことです。お金はあくまでも目的を達成する道具です。何を買いたいかを忘れてぼんやりとお金持ちになりたいと思うのはやめてください。常に何を買いたいかを具体的にイメージしてください。どんな家に住んで子供を何人持って老後はどんな生活をしたいのか具体的に考えてください。そうすると自分は何歳までにいくら稼がないといけないのかが自然と見えてきます。多くの人は億万長者になる必要はないです。例えば毎年家族でハワイ旅行に行きたいという夢も年収が100万円アップするだけで実現できてしまいます。何を買いたいのかを忘れない、この前提を頭に叩き込んでください。2つ目、お金の罠は感情でハマることです。サラリーマンが引っかかりやすいお金の罠として家や車、保険、ギャンブル的な投資が挙げられます。しっかりと数字で判断すれば引っかからない罠にもかかわらず巧みなセールストークで感情を揺さぶられると騙されてしまう可能性があります。例えばこう言われます。老後に借りられる家なんてないですよ。あなたにもしものことがあったらご家族はどうなりますか。働くのが辛いなら不労所得を手に入れませんか。これらのセールストークに注意してください。3つ目、短期で稼ぐ投資はただのギャンブルです。投資は基本的にリスクとリターンが同じくらいになるものです。つまりすぐに大儲けできるチャンスがある投資はすぐに大損するリスクを抱えています。ほとんどギャンブルに近いと考えてください。例えば仮想通貨に20万円つぎ込んだら1ヶ月で2000万円になったと喜んでいる人がいてもそれに再現性はないです。宝くじに当たりましたと言っているようなものです。ギャンブルに当たったも同然なのにやたら再現性があるようにアピールしている場合は特に注意してください。これらのポイントを踏まえた上でおすすめなのがインデックスファンドに長期積み立て投資をすることです。長期投資は月100円からでも始めることができます。具体的な投資のやり方、成功するノウハウはアッキーの投資アカデミアで紹介しているためぜひご覧ください。それではまとめいきます。2つの給料袋、人生100年時代に起こる様々な変化に対応するには2つの給料袋を持つことが重要です。複数の収入源を持てば金銭的なメリットが得られます。そして仕事が好きになります。1つの会社や得意先に依存しなくなって好きな人、場所、内容を選んで仕事ができるようになります。金銭的な安定と仕事が楽しく感じるという精神的な安定を手に入れることこそが真の安定です。副業を始めて2つ以上の収入源を持つようにしてください。続いて人生100年時代を生き抜く3つの武器。人生100年時代を生き抜くためには3つの武器を身につけることが重要です。その3つの武器とはリーマン力、副業力、マネー力の3つです。まずリーマン力を鍛えて自分の時間を確保する。その自分の時間を活用して副業力を磨く。副業でがっぽり稼いだ資産をマネー力でしっかりと守る。この流れを目指してください。現代では出世の価値は大きく下がっています。出世による安定は幻想でしかないです。まずはこの現実を認識してください。続いてリーマン力。リーマン力はサラリーマンとしての基礎筋力のことです。リーマン力を鍛えてこそ副業力という刀とマネー力という盾をうまく扱えるようになります。リーマン力をしっかりと身につけると業績のいい会社に次々と転職できるため景気に左右されずに収入が安定します。続いてリーマン力を鍛える3つの仕事の仕方。1個目はスターを意識して働くことです。具体的にはまずどんな状況にあるのか自分を分析する、解決するべき課題を設定する、課題を解決するために工夫して行動をする、どんな結果になったかを検証する、この4つのステップです。もっと簡単に言えば上司から与えられた仕事をこなすだけではなく自分から仕事を作れるサラリーマンになることです。今日からスターを意識して自分で仕事を作るマインドを持ってください。2個目はマジックワードを使ってほうれん草を行うことです。
上司が忙しいため今いいですかと切り出しても後にしてと言われてしまい、ほうれん草のタイミングが遅れると業務に支障が出ることがあります。これを防ぐために3分くださいというマジックワードを使ってください。上司に後回しされるのを防ぐためには、所要時間とテーマ、ほうれん草のうちどれに当たるのかを伝える必要があります。これらを意識して上司とのコミュニケーションをとってください。3個目はエッセンシャル思考です。残業をしないためにはエッセンシャル思考を身につけて、やらない仕事を捨ててしまうことです。エッセンシャル思考とは、やらない仕事を決めて、やると決めた仕事だけに集中する思考法のことです。仕事ができる人は仕事の選択と集中がうまいです。真の成果に直結する重要な仕事は全体の2割です。まずは全力を注ぐ仕事とギリギリ合格ラインで OK な仕事を仕分けることから始めてください。集中すべき2割の仕事を把握して力の入れ具合を調整できるようになったら、やらない仕事を徐々に増やして2割の仕事に集中するようにしてください。続いて副業力。副業力とは、個人の力で稼げるスモールビジネスを自分自身の手で切り盛りするスキルです。副業をするメリットは、収入が青天井であること、ボスが自分であること、評価が名刺代わりになることです。充実した人生を歩むためにも副業力を磨いてください。続いて副業の条件。副業で徹底すべき条件が2つあります。始めるために大金がいらないこと、利益率が高まっていくことです。この2つの条件を前提にすると、最も効率的な副業はネットを活用する副業です。現在は YouTuber、ブロガー、ウェブライター、ネット物販など様々なビジネスがあります。続いてマネー力。資産が増えてくると必要になってくれるのがマネーリテラシー、つまりマネー力です。重要なのは詐欺に引っかかるなどの致命的なミスを避けることです。その上で長期の積み立て投資で将来に備えてください。お金との付き合い方には3つのポイントがあります。何を買いたいのかを忘れないこと、お金の罠は感情でハマるということ、短期で稼ぐと投資はただのギャンブルであることです。解説は以上です。この動画で解説できなかった他のテクニックも知りたい人は、ぜひ本を読んでみてください。今回の解説が勉強になったという人は、いいねやコメントをください。本日もご覧いただきありがとうございます。ぜひ次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。